ちは、くまみきです。今日はね、こちらカップヌードルのそうめん食べてみたいと思います。彩り鮮やかな7種のたっぷり野菜とつるりとそうめん、スープまで飲んでも198キロカロリー、夏はアイスカップヌードル。だね、野菜がいっぱいでパッと見そうめんっぽくない感じになってます。いや、これ発売前からずっと気になってて、カップラーメンでそうめんでしかも氷を入れるなんてマジと思ってね、ずっと発売待ってたんだけどね、でもやっと買えました。開けまーす。お、作り方、そうめんだからよく見たらめっちゃ細い麺がいっぱい入ってる。氷でキーンとさっぱりアイスカップヌードルの作り方。お湯を入れて30秒一度かき混ぜ、2分30秒待つ。氷を入れてよくかき混ぜて完成。ちょっと一回お湯を入れてきます。お湯入れましたって、うっかり蓋全部取っちゃったんだけど、とりあえず混ぜます。なんかね、お湯は3センチ下って書いてあったけど、それよりちょっと少なめにしました。なんかね、誰か氷入れた時にマジで溢れそうになるって言ったんで、ちょっと少なめに入れてます。見えるかな、まあこんな感じです。じゃあ、あと2分30秒待ちます。はい、3分経って麺がこんな感じです。氷入れる前に一回このまま食べてみようかな。あったかくても美味しいな。ちょっと氷入れてきます。やばいやばい、外の工事が始まっちゃってめっちゃうるさい。これから早く撮んなきゃ動画。はいはい、氷をたっぷり入れてきました。今ね、上の方が冷たくて下の方がめっちゃ熱いって感じです。やばい、工事うるさい。結構混ぜづらいですね。野菜がなんかいろいろ入ってんだよね。野菜がオクラ、トマト、黄色パプリカ、椎茸、生姜、白ネギ、キャベツって、結構そうめんなのにこんな野菜取れるのみたいな。あ、だしの匂いがする。冷えるのかしらこれ。いや、最近マジで工事うるさくて動画撮れないんですよ。やばいやばい。つるんつるんつるん。あ、ちなみにネイルね、100均のなんかラインストーンのやつ貼った。いただきます。うん、ぬるい。全然まだぬるいけど、でも味はすごい美味しいな。これなんかそうめん普通に食べるのもさ、茹でたりなんだりめんどくさいから、これですごい楽して食べれると思ったら超いいかも。野菜も取れるしめっちゃいい感じです。さすが、なんかこれね、結構女子のインスタとかツイッターとかですごいみんなアップしてたから人気なんだなと思って、買ってみてよかったかも。たまにいるオクラがね、ちゃんとちょっとネバネバしててね、美味しいです。夏私すっごい食欲なくなっちゃうから、これ結構食べそうな気がします、今年の夏。はい、じゃあ工事がうるさくなってきたんで撮影終了でございます。以上、今日はカップヌードルのそうめんを食べてみました。本当に美味しかったんで、みんなもよかったら食べてみてください。それじゃあ、バイバイ。世界で